僕はグリーンザウルス。今回僕がやってきたのは東郷町。この山の中に何か宮崎の美味しいものがあるらしいんだけど、何にも見当たらないなあ。三浦さん、ここには何があるの？ここは椎茸の畑、ホタバだよ。椎茸？11月頃からいっぱい椎茸が生えてくるんだよ。今は何も見当たらないけど、冬になるとこんなにたくさん木から椎茸が生えてくるんだね。ここで収穫した椎茸は生で食べるんではなくて、干して乾燥して食べるんだよ。干し椎茸だね。木に種ごまと呼ばれる椎茸の菌を植え付けて、長い時間をかけて自然の中で育てた椎茸を乾燥させて作るんだよ。へえ、この自然が美味しい椎茸を作るんだね。ここで一つクイズ。何何？椎茸は種ごまを植え付けて何年したら発生するでしょうか？どれくらいかな。1年くらい？ブブ、2年経って発生してきます。2年も？種ごまを植え付けたホタギは2年ほど菌が根付くまで寝かせるんだ。それを林の中に立てかけて水をまいて水分を与えると椎茸が発生してくるんだよ。大切に育てた椎茸をこのようにして乾燥して美味しい干し椎茸ができるんだよ。乾燥させることで旨味成分グアニル酸が増えるんだって。宮崎は全国2位の生産を誇っているんだよ。この干し椎茸は収穫のタイミングや傘の開き具合で3種類に分けられるんだよ。どんこは煮物、香辛は刻んでちらし寿司と、料理によって使い分けたいね。宮崎の自然が育んだ美味しい干し椎茸、毎日の料理に使ってね。 JA 宮崎経済連の広報誌 M モーションはご覧の場所で配布中。